はい、こんにちは。ITINSLABO です。えっ、ー、と、マイクロビットの使い方を解説しているこの動画の第8回目ですね。8回目。で、えっ、ー、とですね、前回はチュートリアルの名札の部分をやってましたんで、今回はチュートリアル、スマイリーボタンのところを見ていきたいと思います。チュートリアルを開始。どうします。チュートリアルを開始してます。はい。で、するとですね、Code the b オ t マ n s on Microbeats on Show It。まあ、まあ、なんちゃらかんちゃら、 つまりこの A ボタンを押すと、えー、にっこり顔で B ボタンを押すとちょっと嫌な顔になるようなプログラムを作ろうぜということなんでこれをやってみましょうで OK ボタンはいでまずは A ボタンが押されたらコードが実行するようにということで、えー、とこういうのを置きましょうとはい OK じゃあやりますねこの入力のところからこいつがありますので取ってきてここに置くとはいで,できたら次へ でするとですね、えっと、LED を表示するボタンをこの A ボタンのところに挟んでくださいと。えっと、で、とすると、A ボタンをまあ押したらこの顔が表示するようにしましょうってことですね。はい、OK やりましょう。えっと、基本から LED を表示をドンとここに挟んで持ってきます。で、さっきのやつをこう、 一マスずつクリックして自分で作っていけっていうことだと思います。ちなみにこれドラッグでもできますね。押しっぱなしにして、こういう風に。でもできます。はい。じゃあできたんで次へ。で、次に B ボタンが押されたときに悲しげなやつを作れってことですね。はい、OK。じゃあですね、えっ、ー、と、こっから次にもう一個っていう風に持ってきてもいいんですが、えっ、ー、と、こいつを複製しましょうね。複製する。 とすると、えっ、ー、と、ほぼできた状態からやれるんで、早いですね。えっ、ー、と、A ボタンだったところを、あ、これ一応言っときますね。今、こっちも両方 A ボタンなので、どっちかが無効になるじゃないですか。で、今、こっちが無効だよっていうふうに言われてる状態ですね。で、A、B ボタンを選び、えー、でしたっけこれをちょっと悲しげな顔にするんでしたね。えっ、ー、と、こんな感じかな。ほい。これで出来上がりですね。えー、こっちの方が早いですね。1からやるより。よいしょ。で、次へ。 ですると、えっ、ー、と、あ、今度 A と B が両方押されたときは、なんかこう、キョロキョロする感じのやつを作れってことなんですね。えー、了解です。えー、この2個をつなげてキョロキョロさせろと。はい、やってみましょう。えっ、ー、と、どうしようかな。じゃあまあ同じようにコピーしましょうか。複製しまして、えっ、ー、と、こいつを複製。で、画面がちょっと見にくくなってきたんで、少しちっちゃくしますね。えっ、ー、と、こいつを A 足す B にする。はい。 で、えっと、ここがどんな感じだったかなこれと真ん中なんで、左向いてる、左向いてる状態かなここか。はい。で、えっと、こいつを複製して、もう一個、ここにくっつけると。で、今度は、えっと、逆ですね。はい。こんな感じです。で、出来上がりました。ちょっとボタンを押してみましょうかね。えっと、A ボタンを押すと、左、 あ、あ、こうか。ごめんなさい。にっこり。ね、右、B ボタンを押すと、ちょっと嫌な顔。で、A、B を押すと、左見て、右見てですね。はい。こんな感じになります。これじゃあ次へ。<laughs> で、これで出来上がりなので、ダウンロードして、えっ、ー、と、マイクロビットで動かしてみてね、ということですね。はい。OK。で、えっ、ー、と、今回も、えっ、ー、と、ちょっと、なんですかね。あのー、実際にマイクロビットの方ではやらないので、えっ、ー、と、ここまでになります。あ、で、一個だけ。このですね、 A プラス B ボタンが押された時っていう条件がついてきている時はですね、この A プラス B のこのボタンが出てるんですよ。ちょっとマウスじゃあ両方クリックできないからですね。はい。で、これがもしなければ、えっと、このボタンは出てこないということになります。はい。じゃあ今回の動画はここまで。